クソール。どうも、蘇りました。装備重量の問題で、ハベル兵から、ハベルの指輪を強奪しようとして、ご覧のありさまです。奴の大ぶりな攻撃を、かわしやすいようにキャストオフしましたが、致死率が跳ね上がりました。だが、当たらなければどうということはない。次で決着をつけてやるぜ。いた、俺を踏み台にした。今回、武器をクレイモアにしてみました。獲得していたソウルを、筋力入力振りしたので、片手持ちでも使用可です。こいつとの戦闘で、注意すべきは、一撃の重さです。こいつの持つ、黒刀か凛刀から繰り出される一撃は、体力マックスでも、遠慮なく穴の映画なってくれます。そこで、防御、いた、フェイントとは、やるなこいつ。ならばこちらも、おう、見たか好みのこなし、ブラボー、おう、ブラボー。甲冑を脱ぎ捨てた分、身軽になった、私の動き、君は見えたかね。即死のリスクと引き換えに、手にしたこの速さで、今度こそ貴様を撃つ。でも、フェイントだけは、勘弁な。たまにこいつ、予想外のモーションから攻撃を繰り出すので、油断できません。これで、とどめだ。うおー、ダークソール。やりました。これで、重量級装備も、思うがままです。あ、どうやら、不死骸仮装に、中継が繋がっているようです。リポーターの、私。はい、リポーターの私です。どう見ても自作自演です。本当にありがとうございました。ハベルの指輪のおかげで、上級騎士装備一式を、ガッシャンローリングすることなく、装備することができました。この、不死骸仮装、ご覧の通り、荒れに荒れてます。アナーキー状態です。さすがロードランの、ヨハネスブルグ、お犬様も、体操ゴリックのようです。しかし、怒りの矛先を向ける相手を、間違ってやしないか、お前らはおとなしく、ドリーマンでも食ってろ。無添加だから、体に安心。決して、ペットフード業者の、回し物ではない。おお、なんて荒ぶり方、予防接種が済んでることを祈る。よし、野犬の始末、完了。さて、どうやら、この不死骸仮装に、囚われのみの一般市民がいるとのことなので、サクッと、救出します。っていうか、この程度の木の扉も、蹴破ることができないのか。貧弱貧弱。まあ、各言う私も、できませんけどね。仕様でございます。お客様。You opened the door for me. ウィスパーボイスやめろ。ヘッドフォンで聞いてる。視聴者もいるんだぞ。彼の名は、グリッグス。救出後は、棺の祭祀場で、魔術を売ってくれたりします。魔術師プレイの方は、彼のお世話になる人も、多いんではないでしょうか。私は、ずっと脳筋プレイをしてたので、彼の印象は、すこぶる薄いです。ごめんな黒い人、今回こそは、ちょっとは魔術、使ってみるから。さあ、黒い人も救出したところで、仕事の時間だ。ご覧いただいたように、扉の向こうに控えている、猛者盗賊は、やり方によっては、扉の外から攻撃できます。うおお、やべえ、段差の関係で、攻撃が当たらねえ。この猛者盗賊どもは、隙あらば、パリやバックスタブを狙ってくる、非常にいやらしい奴らです。濡れているところを、投げ払おうと思ったら、パリでカウンターを食らうなんて、日常茶飯事です。だが、甘い。
所詮はああいう、バレンヌ帝国直伝の、本家パリーにはかなわなかったようだな。ベアさん、見ていてくれましたか？さあ、いよいよ、不死骸仮想のボスに挑みたいと思います。